フリオセサールチャベスルーゴは、ドミニカ共和国バラオナ州、サンタクルスでバラオナ出身の元プロ野球選手。ポジションは主に遊撃で、他に二類種、三類種、外野全ポジションでプレー経験がある。弟のルディルーゴは、タンパベイデビルレイズ、オークランドアスレチックスなどに在籍した当主。2006年には、同じデビルレイズでプレーしていた。 1994年の MLB ドラフトでヒューストンアストロズから43巡目指名を受け、プロ入り。マイナーでは、290以上の打率と30以上の盗塁を何度も記録した。2000年4月15日、ヒューストンアストロズでメジャーデビューを果たした。デビュー戦には、ダイソーで出場し、打席に入る機会はなかった。だが、その後は、次第に、出番が増加し、 最終的には116試合に出場。バッティング面では、ルーキーながら打率、283.10本塁が、40打点、22盗塁という好成績をマークした。ディフェンス面では、ショートとセカンドを中心に守ったほか、外野の全ポジションの守りにもついたが、内野守備で、計1 7失策を犯した。2001年は、 ショートのレギュラーに定着して140試合に出場し、メジャー2年目ながら規定打席に到達した。だが打撃成績は全体的にルーキーイヤーよりも下降し、打率263.10本塁が37打点という内容に終わった。走塁面での成績も芳しくなく、盗塁を23回試みて11回失敗し、 成功率は52%に止まった。守備成績は定着したショートを133試合守ったが、前年に続いてエラーを量産してしまい、22失策、守備率、964という成績に終わった。2003年のシーズン中に、試合終了後、球場の駐車場で妻と口論になり、暴力を振るって警察に逮捕されるという不祥事を起こしてしまった。 それが原因でアストロズを自由契約となる。その後、妻と離婚したルーゴはタンパベイデビルレイズへ移籍。アストロズでは22試合でホームラン例だったが、デビルレイズでは117試合でホームラン15本を放つなど打撃面で成長。デビルレイズのレギュラーに定着した。それ以降は2004年と2005年はショートのレギュラーとして規定打席にも到達。 2005年の39投塁はアメリカンリーグ4位。ロサンゼルスドジャース時代2006年はトレード期限ギリギリの7月31日にマイナー2選手とのトレードで地区優勝を狙うロサンゼルスドジャースに移籍。ドジャースはワイルドカードを獲得するものの NLDS で敗れてしまった。ボストンレッドソックス時代2006年オフにボストンレッドソックスと4年3600万ドルで 契約した。2007年は、ショートのレギュラーを守り、チームトップの33盗塁をマーク。ワールドシリーズでは13打数5安打と活躍した。2009年7月に、リーフとなった。2009年7月22日に、クリス・ダンカンとの交換トレードにより、セントルイス・カージナルスへ移籍。2010年、開幕直前の3月30日に、 後日発表選手は金銭とのトレードで、ボルチモアオリオールズへ移籍。2011年5月23日に、アトランタブレイブスとマイナー契約を結び、6月22日にメジャーに昇格したが、9月2日に解雇された。2012年は、クリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。その後、退団した。2013年は独立リーグフリーダム。 プロベースボールリーグのピオリアエクスプロアーズでプレー。その後、引退した。ありがとうございます。